礼します。ありがとうございます。いやいい場所でしたね。もう寝てますよっていうか、体勢っていうか。おやすみなさい。2日目もね、伊達さんはね。だってね、水族館近かったよね。そうです、全体的に全部20分ぐらいです。そうっすね。私としては先に水族館で、さて、イチゴですもんね。そうです。水族館ではしゃぎましょう。アシカのショーをやろう。いつかにやるんですか。やる。じゃあ、お前アシカな。俺ボール投げるやつやろ。じゃあ私こうやってな、ワンカン落ちます。もう楽しい、結構。結構だもん。伊達さんが目覚めたよ。やったね。あんま言ったもんでしょ、お前アシカなって言う。めったに初めて手叩いたもん。あ、そうや。あんま言わないよ。初めてだ。今ここにあの4人と1匹のアシカがいるだけ。さっきまでさ、田んぼだったのにさ、1個曲がったらさ、めちゃくちゃココスがボコボコって出てきたからさ。ココスってすごいでもない。道路1本挟んでこんな景色変わるんだなっていう。時給いくら。時給が最低賃金2000円持ってる時代なんで。そうなんだよな。関東は線だよね。関東は線乗ってる。福島なんですよ。福島が980とかなんです。かな。980あるかな。ないっすか。だってさ、私兵庫県出身で、私が学生の頃働いてた最低賃金685円だった。798円だった。ほら、こんなもんだよ。私横須賀のミニストップ760円でした。バイト、高校のバイト給料マジでめちゃくちゃいい。普通じゃん。私めちゃくちゃいいバイトしてんだって言って750円。そうだよね、うん、時給700円超えてるのすごいねみたいな、うん、1日5時間働いて3500円だった。しんどい。もう無理だな。今5時間だから乗せもらえない。最高じゃん。コスパいいじゃん。確かにみんなの高校の時のバイト気になるわ。 USJ ミニストップ。 USJ いいっすね。え、高校の時 USJ で働いてたの。 USJ で働いて上京してオリエンタルランド入って、でテーマパーク人間ですね。 USJ で働いて、でその後ジョイポリスに2年間働いて。テーマパーク人間だった。テーマパーク人間ですね。サッソドもできるようになるよ。おおってやめた。そうだ、トドって言っちゃった。トドはまだちょっと違います。トドはショーできねえんだよ。ずっと寝てるね。牛。あ、ほんと、おっとおっと、牛おとすんじゃん。あー、うん、土地じゃねえんだよ。なんだよ、天野商店じゃねえんだよ。なんで天野商店させながら、あ、あっちって言うんだよ。おかしいだろ。どういうじゃん。私自分で聞いといてなんだけど、高校の時バイト禁止でさ。あ、そうだった。バイト禁止。ザ進学校だったから。そう、バレて停学になってた子いる。うち申請されたって思ってる。あ、そう、うちもそうです。うちも基本申請だったけど、申請してんよ。申請で通るにはマジでそれなりの事情が必要みたいな。必要だった。ちゃんとあの親の、そう、親の支援を出して。そうそう、たまに私、七草のバイト。え、七草がゆる、七草を作る場合。七草を、あ、セットするってこと。そうです。積むってこと。あ、積まれてる七草を、七つにセットにする。じゃ食べれる草にまず分けるんですけど、で、パック詰めする。へえ。で、これ高校生の中では7時間働いて8000だったんですよ。わー、いいね。だから私的にはもう最高時期です。確かに。でもあのずっと8時間とか草を眺めてることになるから超耐久です。やばい。1時間で30束作んないといけないっていうノルマが一応あって、
私手先が不器用なのでいつも28束とか29しかできなくて、惜しい、あの草を回収に行くのおばちゃんにほら頑張れ頑張れってすごい励まされてくるっていうのを、だクリスマスからその七草がやまでの期間の間ずっとやってて、年明けはパック詰めになるんです。へー、年越しまではあの草をずっとこうハグ、なんか5本ある草を3本にまとめるとかしてやらないといけなくて。いや確かにいろんなバイトあるな。で高校の時部活やってました。高校放送部。放送部、うん、放送部、放送部だから朝7時ぐらいに行って編集して、授業受けて休み時間に編集して。何を放送してやってること変わってない。そう、放送部は年3回コンクールとかがあるので、うち放送強かったんですよ。全国で3位とか。放送って何、映像ですか。映像、ラジオ、あと朗読、アナウンスが全部 NHK の中。あ、そう、 N コン、そうそうそう、そう、ちゃんと。皆さん今日はトンネルはどうするんですか。美佐子がやったりんじゃないですか。筋肉痛になっちゃう。主にはあの運転中なので。じゃあ先輩だけやっといて。先輩だけ、せーの、ひさりが邪魔をする。今ね、右足にはね、荷物が寄りかかって余計、なんかそれを支える筋肉も使ってる今ね。結構筋肉ですね。そして私なんかね、違う気がする。辛くない、これ絶対違う。なんか足まっすぐくっつけないで、なんかなんていうの、カエルみたいになってる。カエル、なんかお相撲さんみたい。そう、お相撲さんみたいになってる。こういう感じになってくる。すぐシコ踏んだから。またシコですか。付き合わばシコ、付き合わばシコ。マジでヤバい人間ですよ。そうやばい。あとあまり福島着いたよ。あ、はい、わ、すげえじゃん。ただここをずっと右に行きます。わで、橋です。そうだ、この橋の先行っていいですよ。見た、入れれば。あのね、私も今朝買いました。福島の海のところで不思議な地図を見つけまして。不思議な地図。おー、ここで消す。この白髪ネギみたいな。そう、もう何もないの先。マリンブリッジ。え、何これ。でしょ。え、面白い。気にならない。いいじゃん。気になる。マリンブリッジ。行きてえと思って。ちょっと気になる。行こう。そう。一旦この橋のここを今ゴミしてるので、うん。やばいね。この本当さ、このマップやばいよね。このマップ、波平おじさんみたいな。これ何なの。ここまではどれくらいですか。もうすぐそこなの。もうすぐ。なんか5分もしない。すごいよ。ゴープロカメラ、車の前の風景とか見えますか。これの裏にアクションカムがいるんです。これでもし電源入ってなかったらちょっと私泣くけどね。ピローンってとこ行く。よいしょ、ピローンってところに向かってるみたい。立ち入り禁止はこっちですね。あ、そっちだね、うん、こっちだね。じゃあこっちを行ってみよう。とりあえず気になる。ピロン、船がいっぱいある。あの、え、うわ、すごい、すごい、え、すごい、すごい、やば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 い。ちょっと開けていい。うわ、すごい。あ、カモメ、やば。あ、ミッサー。あ、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 あれだよね、多分これか。あれです。今作ってんの。そうだね、作ってんの。次じゃあ何かできるってこと。だってなんかあるもん。なんか向こうに一応なんか広い広めてあるんですよ、一応。へぇ、あっちでだって向こうの方が。何今こっちにあるでしょ。でも後ろ向いた方が。クッキーさん、わーって言ってみて。わぁ微動だにしなかった。犠牲を発せた人になる。できたもしね。微動だにしなかった。え、やばすごいな。すごいよ。でも多分ね、コロッケとか持ったら一気に襲ってくるやつ。そういう経験あるからな。うん、私コロッケ経験あるからな。カラスいる。本当だ。なんでさ、鳥たち全員左向いてんの。わー、すげー、すごい。カメラマンみたいなことしてる。うわ、すげー、めっちゃ飛んでるやん。こっちすごいよ、めっちゃ近いよ。
わあ。私の GoPro 持ちけ。すごいな。すごいっすね。出ていきますね。あ、すごい。お、来てくれてる。一匹だけ。いる。群れない。ああ、さあ。群れないか、群れないか。お前らここら辺立ち入り禁止やで、見送ったるわ言われている言われている。カモメのお家でしたね。カモメのお家でした。結論、カモメのお家でした。カモメのお家だえ、すごかったね。あれ、橋の何だろうっていうよりもカモメの印象が今もはい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 、あ、やばいやばい